ブラック、孫春本、監督とこうすれば笑いのツボを押せるんじゃないかと、話し合って演じたし。も、最新主演ドラマ、ブラック、で、血も涙もない冷酷な死神を演じた孫春本が来日。人間以外のキャラクターに初挑戦した感想や、プライベートについて語ってくれた。それにしてもなんというかっこよさ。取材の最中も、ふっと微笑むだけで、その場の空気を途端にアマチルダク変えてしまうのだ。まるで彼の周りだけ、花が咲いたかのように。誠のスターだけが持つイケメンパワーを存分に感じさせるインタビューとなった。プレゼント、孫春本直筆サイン入りポラを2名様に。応募はツイッターをフォロー&ツイート今日は取材のすけ。ジュールがいっぱいなようですが、お疲れではないですか。孫春本、大丈夫です。にっこり笑って日本語で。昨日は大阪でファンミーティングがあったので大阪に泊まり、今朝、東京に移動してきました。お忙しいですね。まずは、ドラマ、ブラック、についてお聞かせください。今回は人間界に降りてきた死神役ということで、どのような役作りをされましたか？孫春本、まずは台本を読みながら、監督のキム・ホンソンさんとあれこれ意見を出し合いました。僕にとって今回のような、人間ではない死神という役柄は初めての挑戦でした。これまでにも人間以外のキャラクターが登場するドラマや映画はたくさん作られていて、愛された作品も多くあります。でも演出家は僕に、そのような既存の作品を参考にせず、新しいキャラクターを作ろう、と言われました。つまり、孫春本のオリジナルの死神を作ろうということからスタートしたんです。ドジで純粋な刑事犯無眼と、血も涙もない死神ブラック。ある意味、一人二役への挑戦でもありましたね。孫春本、一つのドラマの中で、全く違うキャラクターを演じることは、挑戦であると同時に面白くもありました。とにかく台本を読み込んで、監督と相談し、状況に合わせながら、正反対の二つのキャラクターの役作りをしていきました。僕が演じることによってコミカル度がアップしたのではないかと、ブラック。はクールでかっこいいのですが、くすっと笑えるところもあるキャラクターでした。孫春本、ブラックは人間界に降りてきて半無眼刑事の体の中に入るんですね。その状況はブラックにとっては本当に真剣。でもその状況そのものが、はたから見ると笑えてしまう。あえて意識して笑わせようとしなくても、ブラックにとっては普通のことが、滑稽に見えてしまうというわけなんです。また、僕には今までこのような演技の経験がなかったので、そんな僕が演じることによって、さらにコミカル度がアップしたのではないかと思います。ブラックを演じるときは、常に死神が人間界にやってきたらどうするか、こんな状況になったら何をするか、ということを想像しながら演じました。監督と、こうすれば笑いのツボを押せるんじゃないかと、話し合って演じたシーンもありました。現場でアドリブも多かったと聞きましたが、孫春本、僕がこれまで演じてきた作品と比べても、アドリブはかなり多かったですね。僕の場合は、
ハンムガンを演じるときによく台本にないセリフを追加しました。犯人を捕まえるときに刑事が、ミランダの警告、を言いますよね。あなたには黙秘権がある、とか、あなたは弁護士を選任できる権利がある、とか。ハンムガンは刑事だけど、刑事らしくないところがあります。そんな彼が逮捕の現場でミランダの警告を言うのは面白いだろう、ということになって、撮影中に追加したんです。ここで重要になってくるのが監督さんの性格です。人によっては、決められたセリフから外れるのを嫌がる監督さんもいます。でも今回のキム・ホン・ソン監督は、現場でいいアイデアが出るとどんどん取り入れてくださいました。俳優の言葉に耳を傾けてくださるタイプだったので、俳優の立場としてはとてもやりやすかったです。ボイス112の奇跡チルダ、のチャン・ヒヨクさんを真似るシーンも話題を呼びました。ソン・スンホン、ブラックは死神なのに、ハンムガンの体に入って刑事のふりをしないといけませんでした。でも死神だから刑事のことがわかるわけもない、そこでテレビを見なが、ラ刑事とはこういうものだということを勉強するくだりがありました。ただ、何を見て真似するかまでは決まっていなくて、どの映画を使おうか、とみんなで考えているときに、たまたま、キム・ホン・ソン監督が、ボイス112の奇跡チルダを撮った方で、ブラックも同じ OCN の制作なので、あのドラマの映像を使おう、という話になったんです。ブラックは名前の通り、常にかっこよく、黒の衣装を身につけていました。衣装について、スンホンさんのこだわりはありましたか？ソン・スンホン、ブラックは上着、もシャツも中に着ているノースリーブも、とにかくすべて黒でないといけませんでした。どうしてなのか、それを説明する場面もありましたよね。人間の体の中に入った時に、魂が見えてしまうのを避けるため、黒を着ると魂の影が見えないんです。いざ黒に決まった後で、またみんなで話し合いました。ジャケットにするか、ジャンバーにするか。監督が、ハンムガンはちょっと子供っぽい服を着たりする。それと対比させるために、スーツでどうだろう、と言われたので、スーツに決まりました。若さに秘訣ってあるんでしょうかね。スンホンさんの普段のファッションは、ソン・スンホン、僕自身は特に着飾るタイプではありません。楽に着られる服が好きなので、T シャツに綿のパンツ、ジーンズで過ごすことが多いですね。自分にセンスがないので、ラフなものをよく着ます。そのシンプルな姿がかっこいいのだと思います。私は韓国のチェジュ島でスンホンさんに初めてお会いしたのが、韓国で、あいつはかっこよかった、が公開されていた時なので、もう14年前もですが、今も変わらず本当にかっこいいです。その若さの秘訣を教えてください。ソン・スンホン、はっはっは。秘訣、若さに秘訣ってあるんでしょうかね。その笑顔が眩しいんですけど。日頃からジムで体を鍛えていらっしゃるからでしょうか。ソン・スンホン、個人的に運動は好きですね。あとはタバコを吸わないからかもしれません。タバコを吸う吸わないは、若さの維持と関係あるような気がします。
やはりタバコはあまり体には良くないかと。僕の場合、タバコは15年前にやめました。あとは皆さんと同じですよ。よく食べて、運動するだけです。お酒は飲まれますか？孫スンホン、お酒も飲みますが、量はそんなに飲みません。ビールも 1cc くらいで酔っ払ってしまいます。ブラック、では14歳差。のアラさんが相手役でしたが、年齢差は感じましたか？孫スンホン、はっはっは。年の差、という話になると、今回のアラさんは14歳差でしたが、次に、プレイヤー、で共演する FX のクリスタルさんはもっと若いです。今、韓国の都市で25歳くらいだと思うので、アラさんとは最初の打ち合わせの後、監督と脚本家とみんなで会食をして、親睦を深めるためにカラオケに行きました。監督や僕が好きな歌を歌うと、アラさんが、この曲知らない、と言うのです。なんで知らないの？ってこっちがびっくりしたんですが、よく考えたら、僕たちが学生時代に好きだった曲を、アラさんが知るわけないんですね。その頃に生まれたんだから。その時に世代のギャップを感じたくらいで、あとは意識もしませんでした。財閥2世のオマンスを演じたキム・ドンジュンさんとのエピソードがあったら教えてください。孫スンホン、ドンジュンさんは撮影前から知り合いでした。以前、僕の友人のソジソブさんと映画、ある会社員で共演したことがあって、それが縁で仲良くなりました。ゴルフも一緒にやったことがあります。ドンジュンさんは ZE:A というアイドルグループの出身ですよね。元は歌手ですが、演技に対する欲や情熱も強く持っているので、これからも俳優としていろんな姿を見せてくれると思います。僕も実際に共演してみて、撮影前にたくさんのことを準備してきた姿に感動しました。俳優としても期待できると思います。日本で行きたいところは多すぎるほど、ここからはプライベートについてお聞きします。最近はどう過ごされていましたか？孫スンホン、ドラマの撮影が終わってから旅行に行きました。アメリカに住んでいる身の姉の家にも行きました。あとはゆっくり休んだり、運動したり、特別なことはしませんでしたね。毎年のように来日してファンミーティングを開催されていますが、そこにはどのような思いがあるのでしょうか。孫スンホン、僕にとって、ドラマや映画に出る時よりもワクワクして、また緊張するのがファンミーティングです。一年に一回くらいなんですが、ステージの上に立つと、ファンの皆さんが待ってくださっているのがよくわかります。たくさんの拍手や歓声を送ってくださるからです。僕にとっては、それがありがたくもあり、またプレッシャーになることもあります。なぜかというと、僕はステージの上で何もお見せするものがない。皆さんに申し訳ないなと、いつも思ってしまうんです。ファンの皆さんは、僕に直接会いたい、そのお気持ち一つだけで駆けつけて、たくさんの声援を送ってくださる。僕が歌手だったら、歌ったりダンスを披露したりして、皆さんと一緒に楽しむこともできると思うのですが、そうもできないことが本当に申し訳ないんです。感謝と申し訳なさ。
いつもその二つの気持ちが共存している感じです。だから僕のファンミーティングではできるだけ、ファンの皆さんとたくさん会話をしたい。し、触れ合いたいし、普段の僕のプライベートな姿もお見せしたいと思っています。スンホンさんがファンミーティングで、ファンの皆さんを紳士的にエスコートされる姿が、毎回とても印象的で素敵だなと思っています。ソンスンホン、照れて笑いながら、そうなんですね。ありがとうございます。頑張ります。日本にはもう何度もいらしていますが、行きたいところはありますか？ソンスンホン、行きたいところは多すぎるほどあります。北は北海道の札幌、南は沖縄に行ってみたいですね。日本というとどうしても、東京と大阪に来ることが多いので、僕は温泉も好きなんですが、沖縄に温泉はあるんでしょうか？去年、とも、人とこっそり有馬温泉に行ってきたんですが、すごく良かったです。こんな素敵なところがあるのなら、日本のいろんなところにもっと行ってみたいと思いました。それから僕は、日本の空港に降りるたびにスタッフと話すんですよ。日本は空気がきれいで羨ましいと。韓国は今、PM2.5 の問題があるので、今後のご予定は、ソンスンホン、韓国に戻ったら、次のドラマ、PL/AYER の撮影が待っているので、その準備をしないといけません。ライター、望月美代、撮影、キム・ジェイユー、放送情報、ブラック恋する死神チルダ、KNTV で10月16日、火曜日、放送スタート放送日、毎週、火曜日、午後8時50分から11時50分まで、2話連続放送、再放送日、毎週、水曜日、午前11時45分チルダ午後2時45分には連続放送、出演、ソンスンホン、アラ、キムドンジュン、言える番組公式サイト、https://knda.tv、knTV、プログラム、KN18002。